フライベルク・アムネッカーは、ドイツ・ビュルテンベルク州、ルート・ビヒスブルク郡に属す都市である。この町は、シュトゥットガルトの北約 17km に位置している。この町は、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏周辺地域に含まれる。フライベルク・アムネッカーは、北から南にかけては、ネッカー川の蛇行部に広がっており、西は、なだらかな丘陵地を境界とする。 フライベルクの高度は、ネッカー川沿い外人間の海抜183メートルからミレニウムスヒューゲルの海抜285メートルまでに分布している。この町は、裕福で交通の便が良い大都市圏周辺部に位置する小都市の典型である。都市景観は、小建てや小規模集合住宅からなる住宅地が主体で、交通用地や産業用地が点在する。市内を、 アウトバーン A81 号線が通っている。都市周辺の丘陵上には、整然とした景観が広がっている。肥沃なオードイコール石灰土壌は、集約的な農業利用に適している。農場は、密集した市街地の外側にまばらに点在する畑や果樹、栽培地の中に位置している。町の上の丘陵地からは、ネッカーラント、ホーエンアスペルク、シュトロムベルク、 ムル地方やボッタバール地方の谷や山を含む広い眺望が得られる。丘の上には高圧送電塔もある。フライベルクの地域の南側に大きなルートビヒスブルクホエネック変電所がある。ここからあらゆる方向へ、フライベルクの東西や南へは緩やかな丘陵地を越えて放射状に送電網が広がっている。フライベルクアムネッカー氏は かつて独立していた町村のバインゲンアムネッカー、外人ゲンアムネッカー、ホイティングスハイムで構成されている。旧自治体バインゲンアムネッカーには、バイインゲンアムネッカー集落とそれとは、離れた集落、ブルダーハウスが含まれる。旧自治体外人ゲンアムネッカーは、外人ゲンアムネッカー集落からなる。旧自治体ホイティングスハイムには、 ホイティングスハイム集落とハウスローゼナウ及びそれとは、離れたブルクカステネックが属している。フライベルクアムネッカー氏は、北西はインゲルスハイム、北東はプライデルスハイム、東はベニングエンアムネッカー、南はルートビヒスブルクのホーエネッククとエグロスハイムク、西はタム、ビーティヒハイムビシンゲンのトビチビルヘルムスホーフ、そして再びタム、北西は BT ヒハイムビシンゲンと境を接している。いずれの市町村もルートビヒスブルク軍に属している。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。19世紀初めのビュルテンベルク王国成立後、それまでのアンシャンレジームの時代には異なる両方に、属していたバイインゲンアムネッカー、外人ゲンアムネッカー、 ホイティングスハイムの3つの町はオーバーアムとルートビヒスブルクに編入された。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により、1938年に3つの町はルートビヒスブルク軍に属すこととなった。この地域は1945年にアメリカ管理地区となり、新設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。この州は1952年から、 現在のバーデンビュルテンベルク州に改組された。フライベルク・アムネッカーは1972年1月1日にもともと農業の町であった3つの町村、バインゲン、外人ゲン、ホイティングスハイムが合併して成立した。フライベルク・アムネッカーは1982年1月1日に都市圏を授けられた。宗教改革以後、 現在のフライベルクの地域は主に福音主義の地域であった。現在も3つの地区それぞれに福音主義教会がある。1954年からローマイコールカトリック教会も存在する。この他に福音主義イコールメソジスト教会、モルモン教、新使徒教会もこの町で活動している。現在、カトリック信者は住民の約25.5%、 福音主義信者が約44.5%である。フライベルク・アムネッカー氏の市議会は22議席からなる。フライベルク・アムネッカー氏の紋章は青字に3つの金色の玉が描かれている。市の旗は木から青である。紋章と旗は1973年9月3日に認可された。フライベルク氏の紋章はかつてのバイインゲン・アムネッカーの紋章と同じものである。 これは1534年から1569年まで、バインゲンの城と村落の大部分を支配していた、フライベルク家の紋章に由来する。現在では、三つの玉は三つの宿を意味するものとされている。フライベルクアムネッカーは、以下の都市と姉妹都市関係にあるフライベルク駅フライベルクは、鉄道バックナングルートビヒスブルク線沿いに位置している。この路線は、 シュトットガルト S バーンの S4 号線に利用されている。現在のホイティングスハイム地区にある駅は、1879年に、バイインゲンという駅名で開業し、当初はバックナングビーティヒハイム線の駅であった。2年後に、ここからルートビヒスブルクへの支線が分岐した。市政開始後1975年6月1日に、この駅はフライベルクと改名された。 1945年以後再開されることのなかったフライベルクからビーティヒハイムビシンゲンまでの路線は現在も自然の中にその痕跡を見つけることができるフライベルクでは古い道省とともにアルテバンディニーという通りが現在もこの路線を忍ばせるこの他の区間では道章ビルヘルムス方付近口の深さ13メートルの霧道し、橋梁、線路の断片 駅舎が残されている箇所がある。マールバッハ方面ベニンゲンまでの区間は2011年に複線化され拡充された。現在この S バーンの駅を年間140万人が利用する。シュトットガルト国際空港は約 45km 離れたラインフェルデンエヒターリンゲンにある。ティームテクニークマシーネンウントアンラーゲン本社フライベルクアムネッカーには 約600の中小企業が存在する。このうち主なものを列記するフライベルクアムネッカーはビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの産地である。イベント施設プリズマ2000年にマルクト広場に大きな公共イベント施設プリズマが開館した。これ以降この施設は様々な種類の文化イベントや街のイベントに 利用されている。観客の少ない音楽や演劇の上演には昔と同じようにバインガー城の向かいにある旧シュロスケルターも使われる。オスカー・アッパレット州例の近くに私立図書館がある。軍が所有するクレーブラッド養護施設の老人、介護ホームがある。バインゲン地区には有限とハウスがある。これは保護文化財に指定されているこの地区の旧役場内にある。 オスカー・パレット・シューレには、ギムナジウム、実家学校、ベルクレアル・シューレ家庭を含む、本家庭学校が統合されている。オスカー・パレット・シューレは、バーデン・ビュルテンベルク州で2番目の総合学校であった。この学校は2008年のドイツ学校賞のファイナリストとなった。この他に、基礎家庭学校が3校、私立幼稚園6園、民営の森の幼稚園、 一歳から三歳の子供の面倒を見る、全日生宅辞書、ツバーゲンシュキュープレがある。この町の電力及びガス網は、スーアグエネルギーエジーの子会社、シナ GMBH によって運営されている。バインゲンシュクとホイティングスハイムシュクには、ボーデン湖水供給会社と地元のホーエスゲスタート、泉との混合水が供給されている。外人原宿には、 オーデン湖水供給会社とビーティヒハイムビ新ン,ン、施設局の水との混合汚水が供給されている。下水はタール通りの私立汚水処理場で処理されている。人海処理はルートビヒスブルク軍の100%湖会社のルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルはルートビヒスブルク軍の委託を受けてゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。 アフリカハウスの展示室企業家、アルトゥール・ベンゼラーは、アフリカの芸術と文化に生涯熱中し、打ち込んだ。彼はその指定をはじめから、アフリカの芸術、音楽、文学を格納する場所、アフリカハウスとしていた。彼は、自らの死後に備えてこの館を、博物館として、フライベルク・アムネッカー氏に帰宅した。この博物館内及びその周辺には、 約150点の彫刻や絵画が展示されている。その一部はアルトゥール・ベンゼラーが30年間の旅で収集したものである。他の一部はフライベルク氏が追加収集したものである。外人間のおぎにあるムゼウムイムシュレスレはフランベルクの歴史的発展を示している。展示されているのは古代の定住の最初の証拠から貴族領主の歴史、手工業、農業、 工場の発展、戦争や、困窮時代の歴史などである。この他にクリスマスシーズンには、シュプリンゲルレに関する見応えある展示がなされる。バインゲン宿六から、バインゲンの球場役場、旧学校、アマンデス教会バインゲン古城16世紀に建設されたアマンデス教会は、もともとは、防衛協会として建設されており、宮中侵害の高台に建てられている。 この教会は様々な時代の要素を持つ建築の多様性、彩色、貴重なオルガンが一見の価値がある。オルガンは1766年に建造された貴重なもので、全面管は保存されているが、音響区体は1981年に古い楽器をモデルに新設されたものである。アマデス教会からの視界の中にバインゲン古城がある。この城は、 のとはふとゲとン民元家によって建設された。この古い上館の中でも最も古い部分は13世紀に建設された居住棟の跡である。現存している建物は主に1480年から1680年までに建てられたものである。ここには文書館とクラブ室が入居している。向かいの道路に面して立つ新城は1573年に フリードリヒホンブライテンバッハによって建設され、それ以後様々な貴族家が居城としてきた。現在はグレーベニッツ家の所有となっている。4階建ての主館の他に、1591年にルートビヒスブルガー通りに建てられた90分の1税倉庫がある。この2つの建物は建設当時の彩色に復元された。領城館のすぐ隣にシュロスケルターがある。 この建物は1577年からケルターのあった場所に1730年に新築された。1964年から市がこの建物を所有している。この建物は現在文化イベントの会場として用いられている。町の宮中心部では、ネッカー通り5番地に16世紀から17世紀の旧町役場が保存されている。これは、 牧師で教育者のヨハンフリードリヒ・フラッティヒの成果であり、現在は、市の有限とハウスが入居している。ハウスナンバー6は1776年建造の旧校舎である。この他の中心街に現存する、歴史的に特徴のある建物としては、ミュール通り1番地、ベニンガー通り13、15、17番地の17世紀の建物である。ハウスナンバー13の農場施設は、 13世紀にまで、遡るかつてのクラインボットバーラー豊富に属すもので、ある。ネッカー川には、バイン面積ンがあり、そのプライデルスハイム複水路が古い川筋から、分岐している。外人厳粛、ウンテーレスシュロスとシュレスレ外人原には、後期ゴシック様式のニコラウス教会がある。はじめに礼拝堂が1474年に、建設され、現在内人として利用されている。 長堂と塔は1521年と1522年に増築された。塔は1900年にボンネット型の屋根から現在の戦闘型の屋根に吹き替えられた。教会内部には16世紀以降のシュタムハイ向けやシェルトリンフォンブルテンバフ派家の領主の肖像画がある。教会のすぐ下に16世紀末に初めて記録され1723年に建て直された。 外人ガ川城がある。この城は、クニーシュテットシェシュロスと呼ばれる。さらに200メートルほど離れた谷底に、ウンテーレスシュロスがある。この城は、シュタムハイム家の本拠で、1486年当時は、水木であった。現在の建物はいずれもそれより新しい。一部は20世紀になってから古い建物をモデルに、新たに建設されたものである。 古い水城を拡張した建物がいわゆる、シュレスレで、1671年の名がある。下の城の農場施設にある17世紀に建てられた、他の建物としては、旧作油水車と、旧、ケルターがある。ホイティングスハイム区ホイティングスハイムの、旧長役場市街地からルートビヒスブルクエグロスハイム、方面に向かう出口に、ヨーロッパ最大のオリジナルな、 中国風建築がある。この建物は一般の立ち入りが可能なタオの思想を反映した庭園に囲まれている。建物と庭園はこの土地の開発後中国系の建築業者及び手工業者からなる出し企業グループによって建設された。すべての建築資材がわざわざ中国から搬入された。1995年の開館後ドイツイコール中国センター及び レストランとして利用されていた。2006年に経営破綻の申告がなされ、2007年に建物は放棄されて空き家となった。2008年には倒壊の危険があるとして建物と庭園は封鎖された。シュトットガルト地方裁判所は2008年11月に経営破綻した運営会社に対して建物と周囲の庭園を市に返却するよう命じた。 2010年5月に中国人思工業者を雇って新たな経営者、民税社門のために改修作業が始まった。2011年5月15日に改修された中国館がオープンした。しかし、2014年初めに、この施設は事情は不明だが、再び閉館した。法廷闘争が長らくこの建物の利用を妨げていたが、2018年10月に、 民チャイナセンターとして、再び開館し、レストラン、式典会場、極東文化センターとして利用されている。かつてのホイティングスハイム集落の中心、狭い通りが張り巡らされた密集した中核部の真ん中にあたるキルヒ通りとビルヘルム通りとの角に、1781年に建設された古典主義様式の旧庁役場がある。 福音主義のジーモン及びユダス教区教会は1487年に建設された後期ゴシック様式の教会で斎藤を有している。この教会内にはネットリブボールトの美しい内陣がある。金目石にはシトシモンとタダイ及び幼子イエスを抱いた天の女王としてのマリアが描かれている。講壇は石像の上に置かれている。講壇は アントン・ピルグラムによって制作された、ひざまずいている人物の肩の上に支えられている。島内には、1492年製のホザンナの名が、ある大きな鐘が設置されている。ホイティングスハイムにも上館がある。1700年頃に建設されたオモカンや三翼式のジム棟を含む建築群は、城壁によって、通りと隔てられている。この城は、 当時の貴族の屋敷の典型例である。ジムムネの道路に面した木組ハフにはこの地方では、珍しい低地ドイツの要素が盛り込まれている。水辺の林を持つアルトネッカー自然を保護区と、これに接する草地の谷は、牧歌的な近郊型保養地であり、フライベルク、フライデルスハイム、インゲルスハイムの間の憩いの場となっている。A81 号線をまたぐ。 鉄道橋は1945年4月20日に退却するドイツ国防軍部隊によって破壊された。第二次世界大戦後、この橋は再建されず、鉄道路線は廃止された。A81 号線のこちら側では、バックナングビーティヒハイムからこの町までのかつての鉄道軌道は高い包みとなっており、バンドの地れ名によって乾燥地ビオトープとして保護、手入れされている。 A81 号線の向こう側では、この鉄道路線は深い谷間を通っていた。ここも、市とバンドの努力により、鬱っとした湿った森のビオートープとして、保護地区になった。ビュルガーフェスト2014年マルクト広場では7月の第3週末に市民祭が開催される。ゼービューネでは、バンド演奏が行われ、マルクト広場では、フライベルガー協会がホッケトゼを開く。 金曜日の祭りの始まりには、様々な距離の市民レースに老いも若きも参加できる。この祭りは2014年に第40回を迎えた。この祭りは2017年から2年に一度、開催されることになった。毎年、商店の祝日の週末に、スタッドカペレフライベルク音楽クラブは、バインガーバーゼンで、大きなビールテントと数多くの音楽演奏が、 行われるレティヒフェストを開催しているリート工業地区内に1977年から大規模ディスコパラッツォがあるこの店は最も古く継続して営業しているディスコの一つである2010年まではダンスフロアがせり上がるのがこの店の特徴であったこの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。